ハンさんのこの重力を感じるということに対して、非常にそこ重要性を感じてらっしゃると思うんですけど、そのあたりちょっとハンさんの言葉でですね、ちょっとお話しいただけないでしょうか。重力、これは常に私たちにかかっている力です。ずっとそこにある力ですね。私たちにとって非常に有効だと思うんですけれども、その有効性が出てくるのは垂直方向に私たちがその力を受ける場合です。これは私たちの関節であったり筋肉であったりに負荷をかける効果があります。そうやって負荷をかけることによって、私たちは筋力であったりバランスであったりというものを維持できているわけですね。ここで背もたれであったり首を休めることのできる、そういう椅子に座っている、休んでいる時はこの、作用が失われている状態だと言えます。重力とこの垂直方向の軸、この2つが組み合わさった時にですね、私たちは自然なリズムを生み出します。この自然なリズムというのは、私たちがとっている姿勢、バランスを維持するために常に起こっている動き、リズムです。自然なリズム、ナチュラルモーション、そういう表現をしてもいいと思いますけれども、これは常にこの垂直方向の軸を通る姿勢が出発点になって起こっているものです。これが例えば布団に寝ている時などであれば、この重力を有効利用するという意味ではあまり意味がない状態になります。ありがとうございます。